研究所所長のぶです。今日は、写真を見ながらちょっと感じの、緩い感じでちょっと喋っていこうかなという感じですね。今日はね、セーリングホームとかね、そういうのちょっと見ながらちょっと軽い感じで喋っていこうかなっていう感じで、だからノブ、なんだろう、ウィンドサーフィンチャンネルみたいな、ジャブじゃないね、ウィンドサーフィンチャンネル、セーリングチャンネルっていう感じでちょっと喋っていきたいと思います。でこれをね、まあ軽く見て、これあんまり前置きが長いとね、YouTube 見てる人からね、前置き長すぎっていう風な結構ねコメントが来るんですよ。だからちょっとあんまり長い前置きはちょっとやめといて、すぐ本題に入ろうかなという感じで喋っていきたいと思います。ね、これはね、何を言いたいかっていうと、これね、左から、これは何、私よくわかんないね、デートナドートネドデートナデートナっていう、なんかこう DUOTONE とかっていうセールメーカー、これ、全ノースだと思うんだよね多分ね。そのセールとガストロがあって、こう、またノース、まあだからヨーロッパ系ですよね完璧にね、これで今ね、のスラロームっていう感じの、これ大会なのかな、大会じゃないのかな、わかんない。そのちょっと写真があったので、ちょっとこれを見てると。でこれも完全なプレミング、セールいくつかな、60だから、もうよっぽど吹いてないね多分ね。これ多分私が多分乗ったら普通にウェブセールで45で走っちゃうかなって多分感じでしょう。それくらいブリブリに吹いてるっていう状況のね、これセーブ60って書いてありますからね。そうそう、だからこれをちょっと見て、でこれをね見て何を言いたいかって、もうこれいつも言ってることなんでね、だからまあ聞いてる人はまた言ったらみたいな話になると思うんだけども、これね、こうまあこれだから、まあこれはちょうどいいんでね、セールの種類によってドラフトポイントが違うってこともちょっと言っとこうかなと思って。セールの種類は多分同じなんだよね、ノースは前と後ろは多分、同じだよねっていう感じなんだけども、ちょっといいですか。これね、一つね、ここにこうやってね、こう見ると、こういう感じなんだよね。で、一つはこれまっすぐ立ってる。これは完璧に横乗りだよね、だからね、早いんですよね。で、ブーメント下げて、フットが下がった時に、セールのパワーポイントはここにはぴったり合ってるということね。こういう状態で、ブームが下がって、フットがこれで。でぴったりと合ってて、ドラフトの位置と体が今ここでぴったりと合わさってるっていうことなんですよ。ね、これで完璧に走ってると。そして、これを見てみるとね、面白いからちょっと見てみると、ボードのこうね、接水面っていうのはここなんですよね。で、ここの中心がここなんですよ。だから多分前足と後ろ足のちょうどど真ん中の中心が、だからもうこれ今結構ぴったり合ってるんだね。でこれでもうちょっとリフトすれば、今度はフィン接水がもっとちっちゃくなる、だからトップスピード上げる感じになってくるんだよね。まあそれをうまくコントロールして、ノーズの上下によって接水面でね、フィンで走ったりとかちょっと抑えたりとかって、風の強弱、海面を見ながらそれを合わせていくっていうね。だから多分前足と後ろ足の股関節、前足と後ろ足のこのスタンスの間の中で重心を微妙に動かしてるっていう、だからこれは多分ね、人が見ても見えないんですよ、写真撮ってもそんなにわからない、これは微妙な感じの動かし方だからね。だからこれは多分写真とか映像にあまり残らないんだよね、だからその辺がよくわかんないっていうこともあるんだけども、まあ、こんな感じでちょっと軽く喋っていこう。そう。で、だからまあ、これね、言いたいのはね、言いたいのはっていうか、ちょっと気になったらこういう、あれですよ、体の軸。で、ブームね。ブーム赤で書いておこうよ。ブームね。で、このガストラもそう。ブームがこうなってて、で、体がこう。こうなんですよ。だからね、これちょっとね、ガストラの方はちょっとドラフトって前なのかな、体はちょっと前なんですよ。ノースに比べると体の位置が多分ね、なんだ、10センチぐらいちょっと少し前寄りなのかな。まあボードとの関係もあるんで何とも言えないんだけども、ね、ちょっと前なんですよね。だから多分ここにニールが入ってきて同じような形になってれば、ニールもそれで少し分かるのかなと。ガストロの方がちょっと前なのかな。だからガストロの方がちょっと文面のギュッと下げるっぽいのか、それとも体を前に合わせるのか。だからそれってね結構面白くて、だからまあスラローム系のセールだったり、トップスピードの系セール、だからスピードトライアルのセールだったから、本来はちょっと違うんですよね。だから多分スピードトライアルっていうのは多分あれカスタムセールに多分なってると思うんですよ。アントワンとかね、世界記録出したとかなんとかって、あれ多分カスタムセール資本なのかな、
多分ね、ドラフトの位置はちょっと違うんですよ。あれはもうすごい下りなんでね。だから本来で言うと多分スラロームセールもダウンスラローム用、なんか最近はねダウンスラロームなんですね、あの PWA の大会ってほぼで、昔本当に昔じゃない8スラロームっつってね、アビームで行ってアビームで帰ってくるみたいな8スラロームがあった。だから多分今だとカテゴリーが全く違ってセールのドラフトの位置変えると思うんですよね。うん、で今それ一緒に使ってるので、まあ、それはセールの性能が良くなってボードの性能が良くなって、あと人も上手くなったってことね。だから体をそのポイントから前に行ったり後ろへってずらしながらレールの長さをコントロールして上ったり下ったりって今できるからっていう感じだと思うんですよ。あとあれかカニンガムっつんがついてるのがセールのね、だから後ろこうほらカニンガムってついてるのあれを緩めてドラフトの位置があれで変えられるっていうのもあるかもしれないね。だからダウンスラローム専用だったらちょっとダウンをちょっとこう、緩める強めることによってこうドラフトのポイントをちょっと前、そうかカニンガムか、最近私スラロームやったらカニンガムのシステムがあんまりよく分かってないんだね。分かってないっていうか、あんまり気にしてないっていうか、多分私スラロームやってもカニンガムつけないかもしれないね。うん、そこまでは極端には、うん、でしょ、めんどくさいものわざわざあれ通してどうのこうのっていうのね、だからつけないかもしれないんだけど、つけるかもしれないね、それは分からない、うん、まあスラロームは多分、あでもやりたいなスラロームで、またちょっとスラロームやってみたいなってちょっと気しますよね。うん、最近もう何十年もやってないけどまたやりたいなってちょっと気になるかなっていうところなんだけど、だから今ねこうって言っただけでもこの体のね、ドラフトの位置が違うじゃないですか。肩やここね、でこっちで見るとここなんですよ。ね、だからちょっと違うんだね。やっぱりちょっとこうなんだろう、こうガッサラの方がちょっとぐーっとこうブーメント下げるっていうか、こうブーメントがちょっと下がった感じで、マストがちょっと体に近くくるっていう感じなので、だからそこで多分ドラフトのポイント。だからこっちはね一緒なんですよ。こうやっぱりノースはノースで一緒なんですよね。ノースじゃないか今はね。ほらこういう感じ。だからこのマストの兼ね合いとほらガッサラってこうなんですよ。結構近いんですよね。だからね、うん。なんかまあ人の乗り方かな、いや違うな、やっぱりなセールによってだと思うんですよ。だこういう風に見ていくとこういう写真っていうのも結構面白いんですよ。うん、そうだからこういうね写真とかで結構ね面白みって結構あるんですよ、見方によって。だから暇つぶしには最高なんですね。だから風がない時に暇をつぶすっていうね、その暇つぶしの方法っていうねやり方で、これをねもうちょっと細かく見ていくとね、まだ面白いことだね。前の多分これ前のこの一番トップのねこのなんだろう、節水面ってこういうふうにあって、ボードのこの辺が節水してるんで、前のちょうど前ストラップと後ろストラップにかかるぐらいの時の節水面がここに来てるんですね。で後ろのボードも同じぐらいの節水面なんですよ。ただね、この前の中のガストロがね、ちょっと長いんですよ。ジョイントのちょっと後ろぐらいから。まあ、これはここの写真のタイミングによってかもしれない。でも、その辺はね、かもしれないで、全部座って見ちゃうと面白くないので、仮定して見ちゃうっていうのも結構面白いんだよね。うん、仮説を立てちゃうみたいな。だ真ん中のガストロは前のスラップだから、接水も長くしてるな、みたいな。そこに体を合わせるから、そしたら、もしかしたら、体の位置がちょっと体だけちょっと前に持っていって、その節水面に合わせてるのかな、ね、節水面が短くなれば体の頭の位置はちょっとねそれに合わせるとちょっと後ろに行ったりするじゃないですか。それを長くしているってことは体を合わせたから節水面が長くなったのかっていうね、こうそういうふうに見てるとこれがまた面白いですね。うん、なんかそういう遊びね、これね今回遊びですね、これね見てね、どうやって見て遊ぶかっていうことかな。うん、だからそういうことによってでもセールのパワーポイントが分かったりとかね、ボードの節水面、どこに本当に合わせるのかっていう、トップスピードに合わせるボードなのか、スラロームボードでもね、それともアベレージスピードにどっちかと合わせる、ボードなのかで、結構その辺でも分かってくるんですよ。だからこれっていうのは開発したライダーによるんだよね。その開発したライダーがトップスピードモデルで買ってるライダーなのか、それともアベレージスピードで勝ってるライダーなのか、だからそれによってねボード選びっていうのも実言うと変わってくるんですよ。だからスラロームは別に出ないけど、俺はトップスピードを求めて、こうね、あのなんだろう、時計見ながらねトップスピードをこうあら、ね、楽しいなっていう風な形で見てる人だったら、ボードの選び方も変わってくるわけね本当はね。うん。